ライスティンク衛星地上局はドイツ最大の衛星通信施設である。地上局は宇宙にある探査機などとの通信のために設計された地上の無線局である。宇宙通信所や衛星通信施設、追跡所などとも呼ばれる。宇宙機との通信のみでなく電波源から電波を受信するなども行う例もある。地上局は宇宙と交信を行う。 地上設備であり、地球の地表上の大気圏内に設置されている。地上に設置されている無線局をすべて地上局に含める場合もあり、この場合基地局と似た意味で使われる。地上局は宇宙機とセンチメートル波やミリ波の大域の電波による送受信で更新する。地上局から宇宙機への電波の送信経路はアップリンク、衛星から 地上局への送信経路はダウンリンクと呼ばれる。地上局は固定設備と稼働のものがあり、国際電気通信連合無線通信規則第1.3条では、様々な種類の固定、稼働型の地上局と、その相関が示されている。衛星通信に特化した衛星通信施設は主に通信衛星などの衛星との通信に使われる。 その他の地上局は宇宙ステーションや宇宙探査機など多くの宇宙機械との更新を行う。地上局は第一に遠隔測定情報を受信し、あるいは静止軌道に存在しない衛星を追跡する。静止衛星でない衛星を追跡する施設は追跡所トラッキング設備などと呼ばれる。地上局の視野内にある衛星は地上局にとって可視である。 一機の衛星に対して一箇所以上の地上局が通信することが可能である。地上局が衛星と同期しており、障害のない状態で衛星と相互に通信ができる場合、相互化しと言われる。沖縄宇宙通信所のパラボラアンテナ通信ポートは、多様なパラボラアンテナを持つ衛星通信局で、衛星や 軌動上ネットワークとの接続ハブとして、地上の通信ネットワークと連動して働く。通信ポートは、他の通信機器との間で、衛星とのアップリンクを利用した、コンピュータープログラムのアップロードやコマンドの送付など、様々なブロードキャストサービスを提供する。アメリカ合衆国の一般施設局が決めた、アメリカ合衆国企画 1037C は、 地上ターミナルコンプレックスを通信ネットワークの中で、機器の集合と地上局の統合が必要な施設と定義している。同規格は、米国電気通信産業連盟によって維持されている、エイティステレコム用語集を包含している。また、アメリカ電気通信工業会も、この定義を認めている。衛星通信との更新に関しては、 国際電気通信連合無線通信部門が多国間の議論を通して合意された国際規格を成分化している。ITUR に定義された規格に加えてそれぞれの主な衛星運用者は地上局が運用している衛星と通信するために最も整合する規格と技術的要件を与えている。例えば、インテルサットはインテルサット地上局規格を 公表しており、これは、その他のものと一緒に、各地上局のパラボラアンテナや能力によって、地上局を分類しており、特定のアンテナ形式を事前に承認している。ユーテルサットも類似した企画と要件を公表しており、これはユーテルサット地上局企画と呼ばれる。現在 ITUR に管理されている企画と改則は、1927年から1932年の、 間は国際無線電信諮問機関に管理されていた。ありがとうございます。